アイドル推薦で即完売。オスミックファーストプリンセスのトマトの魅力が週刊ナイミュージック番組でナンバーアンダーラインイに選ばれましたアイドルの力は驚くほど強大でその影響力がどれほど深いかを理解するのは一筋縄ではいきません特に日本のアイドル文化はファンとの深い絆や共感を通じて単なるエンターテインメントの枠を超えた影響を持つ存在となっています この現象を具体的に感じられる一例として、最近の SNS 上でのトマトブームがあります。岸くん、翔くん、神くんの3人全員が選んだこのトマトは、甘くて美味しいだけでなく、見た目も可愛くてオシャレです。さらに、岸くんがトマト2個と一緒に選んだのがマヌカハニーです。彼は大量に取り、後で翔くんと神くんに分けるためだと言われています。 このように、ナンバーアンダーラインアイのメンバーが選ぶ食品には健康への意識が高く、その選択には意味があります。人気アイドルグループ、ナンバーアンダーラインアイのメンバーがとあるフルーツトマト、オスミックファーストプリンセスを紹介しました。彼らが選んだこのトマトは、すぐさま話題となり、ファンたちはこぞってそのトマトを購入するために動き始めました。SNS 上には、 ナンバーアンダーラインアイの3人が選んだトマト、早速購入させていただきました。届くのが楽しみです、いや、送料高いけど購入しました。楽しみにしてます、といったコメントがあふれ、商品の需要が急上昇しました。実際、ファンたちもその影響を受け、すぐに同じトマトを購入し始めました。SNS には、ナンバーアンダーラインアイの3人が選んだトマトを購入しました。 届くののがが楽しみです、す。というコメントが多数見られますこの現象は、アイドルが持つ影響力の一例に過ぎません。アイドルが紹介する商品やサービスはファンにとって信頼できるものでありその結果として売上や認知度が急速に上昇しますしかしこの影響力が強すぎると消費者の選択が本当に自発的なものかどうか疑問が生じることもあります この疑問に答えるためには、消費者自身が情報を批判的に受け取り、自らの判断基準を持つことが重要です。アイドルが推薦する商品を無条件に購入するのではなく、その商品の実際の価値を見極めることが求められます。例えば、今回のトマトとマヌカハニーの組み合わせがどれほど健康に良いのか、具体的な栄養価や効果について調べてみることが大切です。また、 企業側もこのような影響力を利用する際には、商品の品質や情報の透明性を確保する必要があります。アイドルの影響力は非常に強力であり、その力をどのように活用するかが重要です。ファンとの信頼関係を維持しながら、健康や社会問題に対する意識を高めることができます。例えば、健康食品やエコ商品を推奨することで、 ファンの生活習慣や意識をポジティブに変えることができます。今回の例では、フルーツトマトとマヌカハニーがその良い例です。これらの商品は、健康に良い影響を与えるだけでなく、見た目も楽しませてくれます。さらに、デジタル時代においてアイドルの影響力はますます強化されています。SNS や動画配信サービスを通じて、アイドルは直接ファンとコミュニケーションをとり、 その影響力をさらに広げることができます。今回のトマトの例でも、SNS を活用することで、短期間で多くのファンに情報が広まり、即座に反応が得られました。これは、従来の広告手法では達成し得なかった速度と範囲であり、デジタルメディアの力を改めて実感させるものでした。しかし、ここで一つの疑問が浮かび上がります。このような影響力が強すぎると、 果たして消費者の選択は本当に自発的なものと言えるのでしょうかアイドルが推薦する商品を無条件に購入することが、ファンにとって本当に幸せな選択なのか、それとも無意識のうちに誘導されているだけなのかこの問いに答えるためには、消費者自身が情報を批判的に受け取り、自らの判断基準を持つことが重要です。一方で、企業側もこのような現象をうまく利用することで、 マーケティング戦略を大ききく変えることができますアイドルを起用したプロモーションは一時的な売上向上だけでなくブランドの認知度やイメージ向上にも寄与しますただしこれにはアイドルのイメージと商品が一致していることが前提となります例えば健康的なイメージのアイドルがジャンクフードを推薦する場合ファンからの信頼を失うリスクがありますこのため 企業はアイドル選びに慎重を期し、長期的なブランド戦略を考慮する必要があります。このように、アイドルの力を利用したマーケティングは非常に効果的でありながらも、慎重な計画と実行が求められる分野です。ファンの期待を裏切らず、アイドル自身の信頼を損なわないためには、誠実さと透明性が何よりも重要です。今回のトマトの成功は、 その裏側にある多くの努力と信頼関係の結果であると言えるでしょう。最後にこの話題を締めくくるために、アイドルとファンの関係性について改めて考えてみましょう。アイドルはファンにとって、ただのエンターテイナーではなく、時には人生の指針や励ましとなる存在です。彼らの一言や行動が、多くの人々に影響を与え、時には人生を変えることさえあります。だからこそ、 アイドルはその影響力を正しく使い、ファンと共に成長していくことが求められます。このような関係性が続く限り、アイドル文化はますます発展し、その影響力も拡大していくでしょう。ファンとアイドルが共に作り上げる未来は、どのような形になるのか。その答えは、私たち一人一人がどのように関わり、どのように行動するかにかかっています。さて、 あなたはどのようにこの現象を捉え、どのように行動していくのでしょうか。この現象は偶然ではなく、アイドルが持つ強大な影響力の一端を示しています。彼らが紹介する商品やサービスは、ファンにとって信頼できるものであり、その結果として売上や認知度が急速に上昇するのです。今回のオスミックトマトのケースでも、普段は見過ごされがちな商品が、 アイドルのの一一言で一躍注目の的となりまし,たしかし、アイドルの影響力がここまで強いと、その裏側にはさまざまな課題やリスクも潜んでいます。例えば、彼らが推奨する商品が必ずしも高品質であるとは限らない場合、ファンの期待を裏切ることになりかねません。さらに、商品の供給が需要に追いつかない場合、購入希望者が失望することも考えられます。 このような状況は、ファンとアイドルの関係に悪影響を及ぼす可能性があるため、慎重な対応が求められます。また、アイドル自身も大きなプレッシャーを感じています。彼らの一言一言がファンの行動を左右し、その結果に対する責任感も大きいのです。これは、彼らが常に高い倫理観を持ち、公正な情報を提供することの重要性を示しています。実際に、 今回のトマトの紹介においても、ナンバーアンダーラインアイのメンバーは商品の良さを正直に伝えることを心がけ、ファンの信頼を裏切らないように努めていました。このような現象は、日本のアイドル文化の独自性を象徴するものと言えるでしょう。アイドルとファンの関係は、単なるエンターテインメントを超えた深い絆と信頼によって成り立っています。この関係性は、商品やサービスのプロモーションだけでなく、 社会全体に対しても大きな影響を与える可能性があります例えば社会問題への意識喚起やチャリティー活動などアイドルが率先して取り組むことで多くの人々に対してポジティブな影響を与えることができるのですさらにこのようなアイドルの影響力はデジタル時代においてますます強化されています SNS や動画配信サービスを通じてアイドルは直接ファンとコミュニケーションをとり その影響力をさらに広げることができます今回のトマトの例でも SNS を活用することで短期間で多くのファンに情報が広まり即座に反応が得られました。これは従来の広告手法では達成しえなかった速度と範囲でありデジタルメディアの力を改めて実感させるものでした。